あった。ボブたちについていったせいで剣を引っこ抜いて使って村長に怒られるどころか。ああ、僕は悲劇の主人。お主なら大丈夫。ルカ様、一体どこに。わしはいつだってお主を見守っておるぞ。ルカ様が、うん、そうじゃ、聖剣に選ばれた。まあ、それってん？そうとなったら、こんな寂しさ、明日はドワーフの村へ急ぐぞ。元気が出たのなら、な冗談ですよ、ルカ様。Thank you.
にゃひ。こりゃまた特別出張サービス。せっ。Thank you.
この村には珍しい。私は見せ物小屋の主人。そんなことより見ていきますかね。56で見れるよ。
は世にも不思議なラビオ、ラビと男でラビオタか、え、バカにすんな。それでは正真正銘、しくしく。さあ大変だおたち、この国は返さなければいけ、こうして働き、さあ心や脚力だけでもいいから助けてあげ。
ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで名前も帰り方も忘れてしまったようで、そのせいかすぐ憎まれ口を叩きよる。本当は素直な子なんじゃが。まあそのうちなんとかなるでしょう。気長に行こう。神殿に封印したはずのバドが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かればお前の記憶も戻るかもしれん。なんだそれ、先に言ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。バドを倒した旅の方、どうかこの。なんとありがたい、聞いたかじ。かつて北の魔女、先にエリニースに封印を解いてもらわねばな。北の妖魔の森の中にエリニ、これはチビスケと一緒に流されて。そういえばワッツが探しておったよ。Thank you.
聴サービス。他にご用は？またお。魔女の住む女の子が。いらっしゃいだす。どこ行く？どこでも56。Thank you.
卵、もう飼ってるかにゃ。おっと、はいはい、掘り出しもにゃも。Yeah.